ナイス DTM、いつもご視聴ありがとうございます。ボイストレーナー &DTM 講師のキックンです。なんと今回ですね、素敵なゲストをお招きして、放送していきたいと思います。サウンドクリエイターも、行っておりますシンガーのミーアイルさんでございます。ミーアイルです。よろしくお願いします。よろしくお願いしますね。この湿気が強い中来てくださりありがとうございます、はい、参加してくださって。クセ毛がね、クセ毛ですからね。クセ毛がね、はい、そう、クセ毛トークしてましたから。前髪があってね。でもそういったね、美容に関してとてもね、詳しいといった点もありますので、うん、ね、やっぱアーティスト活動って美容も大事ですから、そのあたりもしっかりとね、ちょっと今回コラボ企画ですのでお話をしていけたらと思っておりますよ。ね、ではちょっと自己紹介をね、早速していけたら、していただけたらと思うんですけれども、はい、お願いします。はい、改めましてミーエルと申します。作曲家と歌手をやっていて、主に都内のライブ活動、それから、最近はゲーム関連の音楽を歌わせていただいたり、音ゲーム曲歌ったりとか、あとは劇団さんに楽曲提供したりとかということで、割と歌手のイメージがすごいついてるみたいなんですけど、実は作曲もちゃんと自分でやってます。ですよね。その作曲もすごいと思うのは、ね、あるあるなのはね、作曲やってますなんだけれども、編曲とかオーディオ編集とか、あとダンスとか、はい、もうあとミュージカル調なこともこのステージ拝見させていただいたんですけれども、この表現力がもうすごい幅広いですよね。作曲、歌、ダンスみたいな、全部みたいな、総合エンターテインメント。最近は YouTube もやっているので、うん、あのそう、後で私の方の YouTube でもキックにいろいろ質問したりとか、いろんな掘り葉掘り聞いた動画もそう、はい、アップする予定です。で、概要欄にしっかりとミエルさんのリンク貼っておきますので、ぜひそのチャンネルに行っていただいて、さまざまなね、ミュージックビデオもはじめとした内容ですとか、この動画のコラボの動画っていうのもしっかりと配信しますので、はい、お楽しみくださいね。で、そしてちょっとね、ミエルさんの音楽性といったところでいくと、すごい気になってるんですよ。それ何かというと、オーケストラチックな、もう菅野洋子さんなんですよ。ああ、もう憧れの、憧れ、ああ、そうですよね。はい。もうあの壮大なサウンド、壮大なサウンドをコンピューター上で作っちゃってるわけですよね。はい。だからその音楽的な意味での、なんだろう、その出会いというか、DTM をなかなかね、こう、僕のチャンネルも実は女性ユーザーの方は 10% という、男性 90% なんですけども、そうなんですよね。その中でこう超レアキャラなわけですよ、ミエルさんは。そこはちょっときっかけとかちょっとお伺いしたいんですけど、どんな感じですか。はい、自分の両親が音楽関係の仕事をずっとやっていたっていうのがあって、うん、特に父が DTMer だったんです。お父さんも DTMer 最高じゃないですか。はい、で、あの第1回のミディ検定、はいはいはい、取った1回目の伝説の伝説の、はい、私の父なんですけど、それもあってずっと小さい頃からパソコンで音楽を作っているっていう環境が当たり前に見てたっていうのがあって、で、時を同じくしてパソコンでのゲームがすごいハマって、あとファルコムのイースっていう、はい、ゲーム、イース3とかかな、PC98 で遊んで使ってた時にゲーム音楽の素晴らしさっていうのに触れてしまって、それに注目した、はいはい、そうですね。なんかそれがだから一番最初のきっかけ、電子音でこんなにかっこいい曲が作れるんだって。当時は多分和音の数も制限されて、そうですよね、ビープ音源だったんで、ビービーっていう、そう、ファミコンよりももうちょっと表現力少なめでしたっけ、少なかったんですけど、それでもやっぱり臨場感があふれる曲があんなに作れるんだってすごい感動して、で、それからそれと同時に父がエレクトンプレイヤーだった。あー、かっこいい、エレクトーンもうおしゃれで、小さい頃から私もエレクトンやってたんで、エレクトンと DTM ってすごく相性がいい、いいですよね。なんで一番最初はヤマハのレコポーダっていう、懐かしい懐かしい、その響き、いや、知らない人も結構いるんですけど、今となって、まあそうですよね、みんなガレージバンドとかの時代ですから、ね、今はそうですね、レコポーダから
教えてもらって、それをやりながらエレクトーンで作曲を始めてっていうのがきっかけです。わあ、じゃあもうあらかじめ DTM 環境を揃っていたような状況もありつつも、はい、っていうことですよね。はい、レコンポーザーという響きを聞けるとはっていう。です。素晴らしいですよ。やっぱりエレクトーンって足も MIDI 入力もできちゃったよ。できます、できます、うん、はい、あのでっかい MIDI 入力、 MIDI キーボードみたいなもんなんで。ああ、じゃあ持ってる人をね、 DTM につなげちゃえばできますね。つ、は、な、い、げれば。あとは音源がめちゃめちゃいいんです、今のエレクトーン。今のエレクトーンは、はい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 、なるほど。だからちょっと普通の人が聴いたらフルオーケストラ生と見まがうぐらい。ああ、そうですね。音がすごい。まあ、サンプリングが生音でやってるから当然なんですけど。はい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 、はい、だからすごく高度な、めちゃめちゃ高い車が買えるぐらいの、何ていうんですか、音源っていうか、エレクトーン高いですよね。びっくりしましたよ、お値段。僕あの楽器店に置いてあるの見た時に、はい、でもそれだけの価値があるとあります。あのミエレさんの、 YouTube チャンネルにミエレさんが一人で一人オーケストラしてるエレクトーン動画あるんですよ。そうあの、ね、動画すごいので見ていただきたいんですけどあの動画よりももっと今すごいって言ってますから。そうですわー、楽しみだな。そんなのもあるのは、はい、すごいと思ってるんですね、はい、なるほどなるほど。じゃあその中で、機械にね、すごい、が得意なところといったところもあると思うんですけれども、さらにその音楽理論とか作曲についても聞きたいんですけど、これなぜかというと、あのオーケストラサウンドってなんか転調とかありますよね。全音転調で、はい、どんどん展開していくみたいな、はい、ああいうのとか、なんかどういうところから入って、どういうふうに、まあ、独学なのか習ったのかとか、ちょっと聞かせていただいていいですか。はい、結論から言うと、はい、楽理を一からは学んでなくって、部分的にかいつまんで楽典を読んだりとかしたんですけど、早々に投げ出しました。なるほどね。はい、わかりますよ。結局自分がやったのを後付けね。そう、あ、自分のやったのはこれだったんだみたいな。そう、でもいい場合もあるんですよね、わかりにくい場合って。そうです。なんで投げ出して楽理はちょっとその、ちゃんと1から10まで勉強はしてないんですけど、私がそのちっちゃい頃、はいはいはい、母が私を実験台にして、ああ絶対音感がつくかどうかっていう、すごい実験台ですね。幼児教育みたいなやつをやったんです。いいな、はいはい、それでなんか晴れて絶対音がついて。ついたんですか。ついたんです。そうレレレレとか、レじゃないけど、でもなんかそこまではあれなんですけど、はい、そう、でも結構音が全部色音符法っていうのが昔絶対音感つけるために一番いいって言われてた。なるほど。今はちょっと分かんないんですけど、はいはいはい、私色音符法で絶対音感をつけたので、はい、音が聞こえてくると音符によって色がついて全部入ってくるみたいな。そういう、そうか、もうドといえば赤とかみたいなのを。まさにそうです。はい、そういうことあるんだ。そう、なので、あの学理を勉強しなくても、なんかその自分の好きなジャンルの曲をたくさん聴いてると、あ、ここは赤と緑、ベースが赤の時に緑のシュメロから始まるとなんとなく感動的になるんだとか、なんかそういう、はいはいはい、ざっくりとした感じの、はいはい、なんていうんですかね、学理って言っていいかわかんないけど、フィーリングでそういうのは覚えていったところがありますし、はい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 、好きな曲がやっぱりちょっと変わってるっていうか、転調が多かったり変拍子が多かったりする曲がすごい好き で、はい、でまあ、ジャズも好きなんですけど、はい、そう、あとメタルとか、メタルも、おー、なんかシンフォニックメタルがすごい好きだったのと、はい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 、それと同時に合唱団にも入ってたので、合唱曲ってすごい変な曲多いんですよ。変な曲多いし、あとミサ曲、ラテン語のミサ曲も歌わせられる合唱団に行ったんですけど、7拍子とかね、11拍子とか普通に出てきて、だからすごく、なんですかね、自分の中の可能性が広がった。4拍子と3拍子だけじゃなくて、11拍子があるのかって。そうですね、11拍子とかテンション上がっちゃう。すごく学びになった。まあ、いい経験されてますね。実はもう一個お話ししたいことがあって。何でしょう、何でしょう。あの、
私ジャズピアニストの上原ひろみさんっていう方が大好きで、はいはいはい、すごくあの、まあ、世界的に有名で世界を飛び回っているジャズのピアニストなんですけど、うん、その方が英語で自分の作った曲を解説してる YouTube があって、でそれをよく見てたんですけど、ここで、はいはい、もうおかしいの、言ってることがおかしくて、なるほど、右手で、あ、違う、左手で4拍子で四つ打ちするじゃん、はい、右手で7拍子弾くじゃん、はい、だから左手で8分布、ね、左手で8分布やって、ね、右手で7拍子をやると56拍目に合うでしょって、はい、なるほど、そういうことか、数学の話だ、はい、そう、ちょうど合う、そうそうそう、でしょって、だからここの場面では右手は7拍子だけど左手は4拍子なのみたいな解説をしていて、普通の人ってやっぱりここは7拍子ここは4拍子とか分けるじゃないですか、考えると、だけど右手で何拍子左手で何拍子っていう概念をそこで初めて知って、はいはいはい、はい、さらに幅が広がった、あ、それ熱いですね、っていうのがすごいあって、大好きなピアニストさんですね。あ、となるとまさにこれは、はい、あの皆さんアンテナ張るって大事ですね、その、ね、例えばジャズピアノが例えば好きじゃないっていう人がいたとしても、あえてそれをこうわざと自ら取りに行くことで情報、はい、EDM とかにもね、そう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 、活かせるかもしれないですよね、うん、そうですね、アンテナ張ることの大事さ、そう感じました、食わず嫌いをしないみたいな、ジャンルでくくらないですね、はい、うん、大事ですよ皆さん、僕もちょっと勉強になりました、この点に関して、ね、この第1話が間もなく終わりになろうとしてるんですけれども、はい、ちょっと今後のこの後編という、はい、その続編とかでもなんか機材の話とかもね、うん、聞いていきたいんですけど、ちょっとそのあたりもねざっくりお話を、いやざっくりじゃない話長くなっちゃいそうですよ ね盛り上がっちゃう、盛り上がっちゃいますからね、はい、あれはあれですからね皆さん DTM としては、そう、じゃあちょっとそのあたりもがっつり話していきますので、ね、第1話いろいろお話しいただきありがとうございます、ありがとうございました、ありがとうございます、ぜひね続編も、これ概要欄にミュエルさんのチャンネル貼っておきますので、ぜひねこう交互に見に来てくださいね、ではありがとうございます、ナイス DTM ありがとうございました。